こんにちは、速塾の久保です今回ですね岸田政権下で長寿税というのがね新しい税制が検討されているということを小耳に挟んだんですけどもまあ出所がちょっとあやふやなんでうんはっきりとこれになるかどうか分かりませんけどもでもね仮に長寿税というね長生きをしたら税金をかけるよみたいなとんでもない法律ができるとしたらどういう風な立てつけになるのかなっていうことをね ちょっとこう AI の方に聞いてみましたんで、インターネット上に溢れている情報の中で、もし岸田政権が長寿税なるものを検討し始める、もしくはこの税制を導入するとしたら、こんな立て付けになるんじゃないかなっていうことをね、ちょっと皆さんと一緒に考えてみようと思います。こちらの方をご覧ください。はい。新税制、長寿税の導入の想定される理由です。なぜ長寿税ってものが 導入されると考えるのかってことですけども全文近年日本社会は急速な高齢化が進み社会保障制度の持続可能性が議論されています医療費や介護費の増加は国民負担の増大にもつながっており将来的に大きな課題になると考えられていますこのような状況下で仮に長寿税と呼ばれる新たな税制が導入されるとすればその理由は以下の3点に 集約されますすとということですねまず一つ目。社会保障制度の財源確保。うん。長時間に伴い医療費や介護費は今後も増加していくことが予想されます。長寿税の導入は、こうした社会保障費の増加に対応するための財源確保として考えられます。高齢者が長生きすることで享受できる医療や介護サービスの恩恵に、ある程度応じた形で負担を求めるという考え方です。ね。 2つ目世代間の公平性の確保現在の社会保障制度は現役世代の負担によって支えられていますしかし高齢化が進むにつれて現役世代の負担は重くなり世代間の不公平感が生じる可能性があります長寿税の導入は高齢者も一定程度の負担を負うことで世代間の公平性を確保する狙いがあると解釈できますと3つ目 健康寿命の延伸に述べた取り組み。長寿税の導入は単に財源確保や公平性の確保だけではなく、長寿寿命の延伸に向けた取り組みとして位置づけられる可能性もあります。長生きするためには健康的な生活習慣を送ることが重要です。長寿税の収入の一部を健康増進や予防医療の充実などに充てることで、 国民全体の健康寿命延伸を図るという考え方もあるということなんですけどもどうでしょうかね仮に80歳から長寿税なるものがかかるとして年金を5万受け取った人がそれが単純に4万に減額される3万に減額されるっていうことに他ならないですよねで減額させた部分は貯金で賄うか自分の親兄弟身内に助けてもらうかということになると思うんですが まさに、自助、それから共助を押し付けて、公助はありませんよっていう、そんな社会にどんどん向かってると思いますね。こうなってくると、莫大な資産を築いて、老後を迎えるより、もう方法がなくなってきます。もしくは、この新しい税制に対抗しいるために、その税金を払うための仕事を、体に夢中ってやるような、そんな老後が見え隠れするわけですけどね。恐ろしいですね。はい。 当然、長寿税導入に対する議論っていうのが考えられるんですけども、この辺も AI の方はね、こちらに残してくださっています。長寿税の導入は社会保障制度の持続可能性や世代間の公平性といった重要な課題に関する政策である一方で、倫理的な問題や経済的な影響など様々な議論を呼ぶ可能性が高いと考えられます。例えば、長寿税の導入によって長生きすることへの意欲が低下してしまうのではないかという概念や、 低所得者層にとって大きな負担となるのではないかという批判もあります。また、長寿税の収入をどのように有効活用するのか、具体的な運用方法についても議論が必要となります。このように、長寿税は単なる税制改革でなく、社会全体の価値観や倫理観にも関わる問題です。導入に向けた議論は、慎重かつ丁寧に行う必要があり、国民の理解と納得を得られるような制度設計が求められますということなんですけども、 おおよそ認められないですよね、長寿税。そもそも、我々が吸い上げた税金がどこに行ってるのか、未だに不透明なわけですよ。ねで。まさにね、長生きしたら罰金だよと。もうほどほどに生きたら、早く退場しなさいや、っていうことですよね。でも、お金が払える人ってのは、長生きしてくださいねっていう、まあ、そんな乱暴な設計になってるわけですよ。これをですね、 長生きしたことへの感謝を社会に還元するためとか、岸田総理なら言いそうですよね。いやー、ちょっと怖くないですかこれって。ねなんかその、長寿国日本っていうのは、まあ、これだけ聞くと、清く正しく美しいように見えますけども、なんだかね、選ばれた人だけ長生きをして、そうじゃない人は徹底的に痛めつけられる。特に私たちロスエネ世代は、 花開いた時期っていうのは一回もなかったわけですよ。こうなると、生きて生きて生き抜けっていうね、あの沖田艦長、それから土方艦長の言葉も、なんだか一部の特権階級にだけ <laughs> 与えられたようなね、まあ、そんな言葉に思えてならないわけですけども、皆さん、いかがお感じでしょうか。自民党を選び続けると、ここまで来るってことなんですよ。あんたんたんの気持ちになりますね。それじゃあ、いってらっしゃい。